幻覚三宝カッパって呼んでいいんかなっていうタイトルから引っかかるというか、ちょっと調べながら読んでいこうかなと思います。幻覚、クロートの剣と鶴、かく鍋鶴、マジか、鍋鶴、鍋鶴は鶴目、鶴か鶴属に分類される鳥類、全長約90-105センチの小型の鶴であり、クロートよりやや小さい。でもタイトルは幻覚三宝でいいのか。幻覚三宝、三宝って何、三宝、山の夫さん、山の中の家、山荘、書斎、漱石さんとか、山の中の山荘さんが寺の建物、山の中にある家のこと、幻覚さん、それで宮崎君は海のほとり、雨はまだ降り続けていた。関西弁、関西弁で、関西弁で読んだらやっぱちょっと破綻が出てくるのかな。ちょっと読んでいってみるか。僕らは昼飯を済ませた、やっぱ標準になってるのか。雨はまだ降り続けていた。僕らは昼飯を済ませた後、四季島を何本も灰にしながら、東京の友達の噂などし、四季島、四季島、明治末に発売されたタバコの銘柄、紙巻きタバコの銘柄の一つ、格子、格付け、ビルコート、口付け、口付き、口付きタバコの略、口付き、現在のフィルターとあっても紙巻きタバコに、これもね、口に噛む、口紙、口
私が見てる場合、ラッツィ円筒形の吸い口をつけたもので、喫煙時に吸いやすいように潰して吸ったものである。四季島には江戸時代から高級バーとして知られ、国分寺など鹿児島産在来バーと水牛バーが60%違う。発売当初は国産の高級タバコだったか。何度も配信しながら東京の友達の話をした。僕らのいるのは何もない、庭へ吉津の日よけを差し掛けた6畳2間の離れだった。庭には何もないといっても、この海辺に多い、酵母麦だけはまばらに砂の上に穂を垂れていた。よし。わからんことが次々に出てきて、上に進めるどころじゃないって。吉津張り、吉津を張り渡して囲うことも、私のように囲った家屋、すだれ、吉の茎を編んで作った巣、吉すだ、吉のすだれ。瞳は日差しを遮るのに使う。吉すの日よけを差し掛けた6畳ともに。もう打たれていた。その方は僕らの来た時にはまだすっかり出揃わなかった。出ているのも大抵は真っ青だった。が、今はいつの間にかどの方も同じようにきつね色に、なんだっけこれ、きつね色に、穂先ごとに雫を宿していた。ちょっと待って、これG 変えて調べなあかん。糸、ゴム、糸、こういうの、フグみたいな時みたいてこうね。出てきた。変わる。変える。変わるの球児かなんかか。上のやつは？もつれた糸を刃物で分けようとする様。濃い乱と同系で不安定な状態を示す。これに動作を表す。なんじゃ、読み方わかんないけど、支えるってやつか。オフして不安定で変わりやすい様を。支え、支点の芯みたいな。でも違うか。左は出てないから。なんだろう、これ。打つ？軽く打つなどの意味を使う。四角の角度を用い、何これ、何分でしょう、分量さ。僕作り？僕には煩悩。
の分、シリン、ボクブ、ボクブっていうの、ボクブに分類される、日本で不確定レベルの感じとされる、何それ、不確定レベルの感じ、まあ、あの撲殺のボクブの確定、同義同音で撃つことを意味している、手にコンボを持つ様子の方、トスがキツネ、ほぼキツネ色に、キツネ色に変わり、お酒ごとに雫を下ろしていた。さあ仕事でもするかな。M は長々と寝転んだまま、ノリの強い宿の浴衣の袖に金眼鏡の玉を拭っていた。仕事というのは僕らの雑誌へ毎月何か書かなければならぬ、その創作のことを指された。M の次の前へ引き取った後、僕はザーブトーンを枕にしながら、里見八犬伝を読み始めた。昨日僕のを読みかけたのは死の原八、古文語などの宗助を救いに出かけるところだった。その時天崎照文は懐よい用意の先を一通包み取り出しつつ、まず三包みを扇に乗せたる蘇我ままに、三剣士、この金は30両を一つ積みとせん、もっとも殺傷のものなれども、こたびの路用を助くるのみ、我が私の鼻向けならず、里見殿の賜物なるに色輪で納めたまえという。僕はそこを読みながら、おととい届いた原稿料の1枚40銭だったのを思い出した。僕らは2人ともこの7月に大学の英文科を卒業していた。あ、これなんか芥川さんのデータなんだけど、東大の英文科でね。ここの最後に、里見殿の賜物なるに色輪で納めたまえ、ここはちょっとわかんない、色、これもなんかすげえ無精神書いて、これもちょっと書いて調べる、何これ、これね、なんか馬みたいなやつ、これ囲ってあるのか、なんか囲ってあってカタカナのヌーとヌーみたいな。で、右が辛い、あ、出てきた出てきた、 CG やめる言葉、言葉、文章、言語、文などの意味を持つ漢字、辞書の字とかか、右側みたいな、左下に
だからこの複雑な形をしていたんですね。で、これが色っていうもの？あ、そうなの。色、これはハート書いてワって読むパターン、色はで、まあ、この後もいいんだけれどね、これで調べたらいい、ワードで調べたらいいか、色ハでってやったら出てくるか、分子レイプ。なんかちょっとこれはなかなかスッとは分かりそうな。断る？別れを告げる、卵をする？スタミドナのたわ、たまものなどに色はで収めたものと。で、読み方は色って書いてるか、色は色で収めたものと。選別なら、私の選別なら、さとみ殿のたまものなどに色輪で収めたものと言う、選別やから分かれ、渡して収めと、そんな感じか。ミュージックパソコンを見ながら、大学の文化を卒業していたね。したがって異色の計り事を立てることは僕らの目前に迫っていた。僕はだんだん発見伝を忘れ、教師になることなどを考え出した。がそのうちに眠ったと見え、いつかこういう短い夢を見ていた。それは何でも夜更けらしかった。僕はとにかく雨戸を閉めた座敷にたった一人横になっていた。すると誰かは戸を叩いて、もし、もし、と僕に声をかけた。僕はその雨戸の向こうに池のあることを承知していた。しかし僕に声をかけたのは誰だか少しもわからなかった。もし、もしお願いがあるのですが、雨戸の外の声はこう言った。僕はその言葉を聞いたとき、母は K のやつだなと思った。K というのは僕らよりも1年後の哲学家にいた、箸にも棒にもかからぬ男だった。僕は横になったまま、かなり大声に返事をした。哀れっぽい声を出したってダメだよ。また君、金のことだろう？いいえ、金のことじゃありません。ただ私の友達に会わせたい女があるんですが、その声はどうも K らしくなかった。のみならず、誰か僕のことを心配してくれる人らしかった。僕は急にワクワクしながら、雨戸を開けに飛び起きていった。現在完全。庭は縁先からずっと広い池になっていた。けれどもそこには、K はもちろん
誰も人影は見えなかった。とまた分からん感じが出てきたよ。来賓の日みたいな感じ。あ、でもちょっと違うのか。浮かんでに、ね、器抜くみたいな。母みたいなやつの貝の貝。ヒロシ。缶を広げるか、缶でいいか。缶大缶用。んで、それに再現の際で、関西？関西亭？関西になる。関西いる。広い広い木は木は僕はしばらく月の映った池の上を眺めていた。池は海藻の流れているのを見ると潮入りになっているらしかった。そのうちに僕はすぐ目の前にさざ波のキラキラ立っているのを見つけた。さざ波は足元へ寄ってくるにつれだんだん一匹の船になった。船は水の澄んだ中に悠々と尾ひれを動かしていた。ああ、船が声をかけたんだ。僕はこう思って安心した。という夢、ね、僕の目を覚ました時にはもう軒先の吉津の日よけは薄日の光を透かしていた。僕は洗面器を持って庭へ降り裏の井戸端へ顔を洗いに行った。しかし顔を洗った後でも今しがた見た夢の記憶は妙に僕にこびりついていた。つまりあの夢の中の船は四季一家の我というやつなんだ。そんな気も多少はしたのだった。認識の領域のもとで、これが
海のほとりの位置、やね。もうやっと読み終わりました。ということで今回は終了。ありがとうございました。ではまた、またがあれば。